城郭考古学の第一人者で、お城博士として知れる仙田義弘さん60が出身地の名古屋に研究、点を移した。徳川家康が裁判年に築いた最高、作の名古屋城をはじめ、東海地方には歴史的、値の高い城が残る。地元マナー溢れるトークは第二熱を帯び、現在の都市の源流はここにや、と強調した。それはどういうことなのか。 聞き、川瀬慎一郎、今週、名古屋市立大の教授に収む、しました。残り2571文字、全文2759文字ご登録から1ヶ月は99円。